はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回はポケット全国の続きプレイをしていきましょう。北畠と回戦していて、北畠の諸畑城を取って、今はですねこちら伊勢長島城、さらには長野城の攻略に取り掛かっているという状況です。で、近隣諸国見ておくとですね、まず、長宗壁とは有効度100、同盟状態です。で、山名家、険悪なんですが有効度67なので、これは改善を今後していかなきゃいけないかなというところで、あとはですね、上杉なんですが、上杉との関係は良好とは言い難いんですが、まあ通常という状態です。で、武田とは同盟96なので、今回はですね、山名、上杉、この辺りと友好度を高めつつ、引き続き攻略戦をやっていこうというふうに考えています。まあ、北畠に軍勢が入っているんで、長野城にね、まあ、ここは注意が必要かなというところですね。まあ、山名上杉と今開戦するわけには絶対にいかないんで、まあ、ここはおっと、長宗壁も狙うか。みんな虎視眈々と狙ってくるね。あ、ちょっと待って、いきなり敵視する？長宗壁さん、いや同盟100じゃん。マジ意味わかんねえな、長宗壁。いやー、北畠片付いたらもう、ちょっと待ってよ、不穏っていうけどさ、有効度100で同盟状態じゃん。どうやったらさ、この状態から変わるわけ。いやもう次長宗壁だな、北畠が片付いたら。村重の忠誠度が下がってる？村重の忠誠度が下がってるか。しょうがないな。村重に褒美でも取らせる？そしたら、いや、その必要はないな。なんでさ、長宗壁がさ、まあ、謙信って名乗るのはいいんだけど、敵視するのよ。村重が寝返っただぞ。そう、山名家どうなってるんだ。で、北畠も兵を動かしてるね。諸畑城に来るの？諸畑城に。まあ諸畑城に来たら諸畑城に来たって打ち払うんでいいんだけど、先にじゃあ敵軍団を撃滅するか。どうしてもそのしばらく提督の決断を多めにプレイしてたんで、撃滅とかね、なんかそういう表現になっちゃいますね。北畠をここで徹底的に叩いておきましょう。
ここはねしっかり敵を叩いておきたいので、騎馬突撃も撃っちゃいましょう。よし、ここでできるだけ北畑家の軍勢を叩いておきたい。さすが刑事だね、討ち取ってくれるとだいぶ楽になるんで助かります。でだ、忘れないうちにですよ。まずは松永久秀を使って、神前を送っておきましょう。山名本当に鬱陶しいことしてくれるよな。であとは上杉にも神前送っとかないと危ないんで送っときましょう。上へ兵を出すね。いや出してんだよ、さっきから結構な頻度で出してんだけどね。そしたらちょっと面倒くさいんで後ろ8人を置いて、伊勢中島城攻略に出ましょう。お、信忠が元服か、でかいね。よし、ここで敵を撃破しよう。袋ぶった時にまさにする。まあ1000しか兵力が変わらないとはいえ、味方の士気はまあそこまで激減っていう状態ではないんで、この状態だったらまあなんとかなるかな。なんとかしなきゃいけないっていう。鉄砲隊がいなければね、どうにでもなるといえばどうにでもなりますからね。
さあここは我慢、我慢して鉄砲の射程に入るのを待とう。よし撃てるぞ、撃とう。そしたら三段撃ちを使ってしまって、槍仏まで定尾でまず本陣の前を守らせましょう。刑事は一旦離脱、騎馬突撃を使った離脱方法。んで勝家も騎馬突撃を打とう。できるだけ削りたいですからね。1800ぐらいまで削ったかな。これでしばらくは伊勢長島城の攻略に専念できるんじゃないか。そしたら信兼の軍勢も出しちゃいましょう。何まだ敵来る、まあ、ただ敵の数は少数ですね。これだったらもう人のみにしよう。まあ、こんな少数で攻めてくる意味が分かんないけど、決死隊なのかな、決死隊。まあそれにしても数少なすぎですよね。ただ騎馬隊がいるのか。なるほど、騎馬隊に全砲火を集中させよう。さああとは騎馬隊が入ってくるのを待ちましょう。騎馬隊の突撃待ち。我慢比べですね。この線を確実に、むしろ武将を討ち取りたい。そう考えると待って袋叩きにする方がいいよな。来たね、ついに来た。打ち取れなかったか、打ち取りたかったけどな。北畠の戦力はね、できるだけ徹底して排除したいですからね。
一旦兵を引こう。ここはもう全くと言っていいほど士気がないので、でそうすると長野城の方へ敵を振ってきたわけだな。ここはもうね、味方の損害をできるだけ減らしたいので、なるほど、味方敵合わせてこんだけしか出せないんだな。じゃあ戦闘力の高い武将を中心に入れた方がいいよね。で何、鈴木家は勝手に戦ってくれるの、それとも味方、あこっちで組まなきゃいけないんだね。あとは鈴木の方のいわゆる編成がどうなってるかですよね。編成が鉄砲隊はいなそうだな。まあ鈴木に鉄砲がいないっていうのはちょっと残念だけど、しかも勝手に動きやがる、勝手に動くのね。気持ちはわかるけどな。まあ味方もちょっとそれに合わせて動くしかないね。そうなると戦いづらいな逆に。これはちょっと失敗だったかな。全部織田の兵にした方が戦いやすかったかもしれないですね。さあ北畠の軍勢をここで壊滅させられれば、今包囲戦に入ってるよね完全に。あとは追撃戦でどんだけ減らせるかなんだよな。まあ、だいぶ戦いづらいっていうことは分かりましたね。援軍は自操作できないんで、援軍に歩調を合わせなきゃいけないっていう意味だとかなり戦いづらいけど、簡単なく攻めたいんで、ちょっと7000しか兵はいないんですが、これ伊勢長島城の包囲戦に入りましょう。お金、おお伊勢長島城落としたね。よしよし。でそしたらこの後なんですが、不穏な動きをしている人たちに金をばらまきに行かなきゃいけないんで、金をばらまきましょう。
まずは松永久秀を使って、おっと、神前ですね。あと誰かいる？信弘は牧島城か。そうすると信兼のところにいる長益を使って、長宗我部ですね。長宗我部もな、このタイミングでなんか反旗を翻すとか本当やめてほしいよな。であと上杉ですね。上杉もしっかりやっておかないと後々が怖いんで、原因は使えない。誰使える？信春も無理。信康は？これで上杉に使者を送っておきましょう。信玄は大丈夫なんだよね。九州に。ちょっと危ないけどね。お、英慶がなんか本能寺の変を思わせるような発言をしてるな。そしたらどうしようかな。信忠を残して全軍移動しよう。でここは信忠に任せよう。いや、ジュリジュリと北畑の領地も削ってるからな。これ長島城も、長野城も落ちるでしょ。で伊勢亀山もで落とせば、あとはあの津城、まあでもね、鳥羽城に、岡内城、この辺りはでかいですからね、城の規模自体が。さあ、では伊勢亀山に出兵しましょう。よし、じゃあ一旦兵を引いて兵の回復に努めます。で、まあこれの繰り返しになりますね、ここからしばらくは。よし、お金が入ってきたらやることは一つ、ひたすら減り下りましょう。山名に対しては、今山名と交戦するのは避けたいので、あとはまあちょっとね、なんだよなって感じにもなるんですけど、長宗我部ね、長宗我部もわけわからんからな、完全に同盟にあるのに敵視してくるとかね。あ、でも今100に戻ってるな。じゃあまあ入れちゃいましたけど、あれはあれでよしとしましょう。で、長益は信兼だな。信兼使おう。信兼を使って神前で、もう金をばらまくことぐらいしかできないからな、今できることといえば。
そしたら信忠にも外交デビューしてもらおう。外交デビュー、まあこうやって北畠をまあゴリゴリ地道に削っていくしかないからな。鈴木に金2000、まあいいでしょう。まあ、鈴木はねさっき出兵してくれてますからね、何言っても。都城に兵が入ってきてるから味方は84、一旦兵を引こう。ここは安全策、安全策。お、北畠がこれでこちらの味方になったかというか配下に加わったね。はい、というわけで北畠が傘下に加わったというところで、いよいよじゃあ次の目的どこにするかっていうのをね決めていきたいと思います。でね、北畠どうするかなんですけど、どうします？これ、この鳥羽城、小造城、さらに岡内城を奪い取って独立させた後滅ぼしますか？いやー、そんなことはやめた方がいいよね。北畠はじゃあここで存続させましょう。しばらくの間はね、少なくても。はい、というわけで、ご覧いただきました、いかがでしたでしょうか。次回はねこの続きをプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひまた応援の方よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。